チャンネル日本シリーズ第5戦オリックス対ヤクルト強制のドーム試合終わりました。なんと6対4でオリックス吉田正隆選手のさよならツーンいや、すごい。鳥肌立ったね。最後。完璧負けると思ったね。オリックス。これでもうヤクルトの日本一確定かなと思ったところでのさよなら弾。今日は日刊スポーツで評論を。 書いてますけども。今日渾身の評論なんで、日刊スポーツ。オリックスファンの人は特にぜひ見てもらいたい。あの、ネットでもね、見えますので、早速日刊スポーツで調べてね、今日の試合の評論ぜひ読んでみてください。さあ、ということでね、今日の試合振り返っていきましょうね。今日、えー、両選抜、ヤクルトね、山下、ドラフト1位でね、バッテキーというところでね、えー、日本シリーズ8選抜。 そして、オリックスはね、田島、ね、両先発の中で試合展開になりましたけどもね、ささすがにね、えー、昨日、えー、3 9球以上投げている宇田川、そして山崎総一郎ね、この二人はリリーフとしてね、ベンチにも入らずっていうところでね、まあどういうふうな系統を見せてくれるのかっていうね、試合展開になりましたけども、なんとね、初回、ヤクルトはワンナウトから青木がね、詰まりながらライト前ヒットを打って、山田ゴフォアボール、村上三振するけども、オスナがね、センター前に先制タイムリーを打って、 もうこのオスナが止められないね。村上がね、まあ、打たなくてもね、このオスナがいるっていうね、この5番の脅威。ここで先制してね、その後よ。キブレハン、ライト前タイムリー。ここでセカンドランの山田がホームリータッチャーオなるけども、ね、ライト、杉本もすごかった。そんなね、全身守備取らないでね、定位置ぐらいからね、遠投もね、えー、めちゃくちゃいい形に投げた。でも若干、ファースト側に逸れた。それを、若月、取ってから。 タッチアウト。あれは素晴らしい。基本に忠実。まあ若月はね、あの、シーズン中からそういったところをねえ、ちゃんとタッチプレーできてんだよね。それは俺全試合そうチェックしてるから見てるんだけども。ね。やっぱりね、本能的にそういうのを習慣づいてないと、やっぱりね、ランナーの足とかね、ランナーにタッチしに行こうとすることになるのよ。でも、しっかり、ベースの、ね、これがベースだったら、ここのベースの端に、しっかり置いて、ね。もうそしたらそこに、山田 Z スライディングしてくる子だけだからね、もう間一発、グローブ一個入る確率だけで、 アウトになってね。あれはもし、ね、体に言ってたらセーフになってたところをね、この若月のナイスプレーで、1点に収めてね。いや、この1失点だけで済んだのは大きかったなと思ったら、まさかのね、2回表、ワンアウトからね、サンタナがど真ん中入ってきたところ左中間にね、ホームラン。ね、ここまでちょっとサンタナがね、長打が出てなかったっていうところでね、このホームラン見て、オリックス、負けたなと。もうこうなったらもう毎日日替わり風ヒーロー。まあもちろん、村上も打つ。 内山も打つ。山田が打てなかったのに打つ。で、サンタナが打つ。オスナが打つ。みたいなね。塩見が打つ。みたいな。もう日替わりヒーロー出てきたらね、こうやってもうね、立ち打ちできなくなるのよ。そうってもうこれも完全に流れないなと。しかも先発田島ね。4回、え3分の1997で5三三3 4 2失点と。もうストライクボールはっきりして、コントロールもつかずね、なかなかえスピード感のキレも出せずっていうところでね。やっぱ怖さあんのかな、ヤクルト打線にね。 で、そう、請求苦しいんでね、もう、スライクボールはっきりしたあんいったところパンって打たれるっていうところはね、かなり苦しい試合展開。一つのね、このポイントとしてはね、5回表はね、4回裏、ね、オリックスが同点すんだよ。杉本、え胸、ー、がね、ヒットで繋いでワンアウト1、塁からね、オーはアウトになるけども、ツーアウト1、塁から、紅林がセンター前ヒット、で、若月がね、レフテのタイムリーツーベースっていうところで、同点になった後の、この5回の表がね、トータルで言うと、キーポイントだったかなと、え思います。5回の表にね、先頭、 えー、青木が先端前ヒットで、山田フォアボール。このノーアウトね。一、二塁。もうこれが最大のピンチっていうところでね。えー、村上をファーストゴローに打ち取ってね。で、ダブルプレーだったのに、立場がね、キャッチボール取れず、ワンアウトに三塁になって。で、ここでピッチャーね、こうだ、ヒガ。ヒガがここでね、オスナを643ダブルプレーで踏ん張る、このヒガのクッピッチ。 ここで、ね、ヤクルト1点でも取ったらね、ちょっと、ここがね、踏ん張ったのが一番大きかったかな。でね、5回裏、大宝のホームラン。吉田正尚がね、ちょっと引っ張り気味にかかってたけどもね、あの、センター横に打てたって、あれも大きかったね。打球方向的にも素晴らしかった。ホームラン打って。で、まあ、ヤクルト先発ね、山下5回84球、7段23、1、19、1デッドボール3進展と、まあまあ、緩急つけながらね、丁寧に投げたかなと。 ね。まあ、5回3失点。日本シリーズ初めて、ルーキーね。で、今年1年間、ほぼ投げてなくてね、終盤上がってきただけ、トータルで見ても、まあまあ試合を作ってね、グッピッチンだったんじゃないのかなと。まあ、この吉田のホームラン痛かったけどね。まあ、なんとか踏ん張ってね、投げたんじゃないのかなと思います。でね、三、えー、3対2になって逆転して、これでオリックスどうなるんや、って言ったところでね、六、えー、回を回表、ピッチャー日賀からね、近、え、藤、ー、になって、ワンナウトから中村にね、レフトへツーベース。で、3対3振取るけども、長岡へね、ライトへタイムリーヒット。で、塩見がね、 当てたバットでね、後ろ守ってたから二章が対応できずね、当てただけで、なんかドラッグバンドみたいなセーフティーみたいなポコポコってね、ファーストとピッチャーとね、セカンドの間転がっていって悩アンダー。で、青木にね、えー、逆転タイムリー、ツーベース、えー、打たれんだけども、まあその後ね、よく山田哲とね、えー、後ろ取って、阿部がピッチャー変わってね、まあなんとかね、1点差だけで収まったからまあ良かったけど、今日ね、まあ今日の評論もそうなんだけど、若月にね、スポット当てた。 本当にね。まあ、この日本シリーズね。まあ、ここまでね、村上あ、中村のリードがとかね。さすがキャッチャーの違いで、みたいなね。こと結構ね、あの、いろんな解説者もそうだどいろんなね、ネットのコメントとかも多く見えるけどね。若月もね、だから俺がね、キャッチャー打つか勝つかって言ってるんだけど、勝ってないから評価されないけど、めちゃくちゃ丁寧にね、あの、いろんなことできてると思う今日だって、田島がね、ストライクとボールとはっきりして、本当やりたいこともっとあっただろうけどね、なかなかできない。 っていうところでね、まあ象徴的だったのは5回のね、ところで、あの、ボール先行した時にね、ピッチャーに行って声かけたりね、もう山田、村上の時とかね、もうほぼほぼ甘め真ん中構えてんだよ。 コース構えたかったと思うよ。でもコース構えてもきっちり来ないと。あの、ツーシームとかだから、甘めに構えて、そっからね、曲げてきて投げてくれっていうところでね、あそんな山田と村上に甘めに構えるなんてね、キャッチャーとしたらもう究極の怖さよ。それでも、ストライクゾーンで勝負してほしいと。ボールばっかり投げてもフォアボールになったらまたやばいと。って言ったところでね、本当はコース構えなかっただろうけど、甘めに構えてね、しっかり配球。で、コースのジェスチャー、低めにね、ジェスチャーしながら、できることね、めっちゃやってんのよ。その中でね、 まあ甘く入って打たれるっていうねところがあってね まあ、なかなか苦労したと思うよ、ね。で、この6回のところもね、中村が2ベース打って3ターン3進取るけどもね、2アウト2塁から長岡にね、あの、ポテンヒットだけど、あれもね、まあ、打った長岡がね、うまく打ったんだけども、アウトコース構えてるやつが、ま、逆のインコース来て打たれて、そりゃキャッチャー等にもなんないぜっていうね、塩見のね、ボトボトになるん,んだ。これは仕方ないにしても、青木の時はね、ワンボールワンストライクからフォークね、落ちずにど真ん中投げられたらキャッチャーどうしようもないのよ。で、それでね、逆転。普通だったら切れてもいいぐらい。俺だったらもう発狂してるよ。わーいみたいな。 気くないからみたいな感じで言ってるけどね。あの、表情も変えずね、冷静に自分のやることをね、遂行してる若月のね、やりたいこともんで、ピッチャーによったらコース構えたり、カウントによったら甘く構えたりね、ジェスチャーしたり、できることはね、めっちゃやってんのよ。タッチプレーもそうだけどね。で、タイムリーも打ってるわけじゃん。でもね、勝たないと評価されないからね、仲間の影に隠れてそうなるけども、俺はね、 で昨日もそうじゃん。宇田川とか山崎総一郎アゲスパックね、フォークボール多投してね、変化球多投する中、ハードワンパンもね、全部止めてるわけよ。今日だってね、この山田三振取った時のね、近藤の時のフォークボールとかもね、ちゃんと止めてるわけ。このね、 そういうところをきっちり丁寧にね、やってるからね。俺もし今日負けたとしても評価してあげたいと思ってね、最後サヨナラ勝ちしたから,からね。あれだけども、そういったね、この苦心のリードっていうところはね、すごい評価できる。若月。このシリーズね。それが結果に結びついてないからね、多分分かんないんだよね。分かりやすい結果がないからね、その多くの人たちには。でもね、俺はこれを大にして言いたい。中村に負けじとね、若月。 不思議ね。このオリックスのキャッチャーもね、結果が出ないけどね、相当いい感じで仕事してるよ。だってそうじゃん。コース構えて投げてほしいけどよ。真ん中来たらどうしようもないのよ。でもコース構えたボールになると甘めに構えなきゃいけない。本当はもっとやりたいことある。やりたいことあるけどピッチャーついてこない。それをね、我慢しながら丁寧に丁寧にね、やってるわけ。それはね、すごい見える。ただ結果に繋がってないだけ。 でもやれることはしっかりやってると思って、俺は評価してあげてもいいなと思うし、この時だって逆玉切てでたれたらもうキャッチャー大手上げなのよ。それでね、リード悪いとかって言われてもね、それ話になんないのよ。っていうところはね、今日は俺は言いたかったっていうね、えー、ところです。でね、もう4対3になって、もうそっからね、 もうこれ負けるかと思ったら6回裏なんと大田がね、ピッチャー石山からライトにね、ツーベース打って、いや、これ同点なるチャンスまだあるよと思ったら、まさかの紅林が送りバンド失敗、キャッチャーゴールで中村早かったね、三塁スロー投げた方が良かったし、立っちゃうと、バッと。そういうとこちゃんと決めなきゃ、流れやっと引き戻せると思ったら来ないじゃん。で、その後ね、若槻アウトになって、福田がね、レフト前ヒット打つけども、西島がね、レフトフライアウトになって、1点取れずっていうね、7回表はね、え清水に、えー 三人で抑えられて、八回もね、三人で抑えられるっていうね、これも負けたなっていうね、えー、形。ヤクルトもね、七回ね、村上フォアボール、オスナね、え、レフトフライ、で、キブラハンがね、ツーベース打って、ワンアウトに三塁からね、中村がサードゴロでアウト。で、サンタナがね、三振っていうところで、これね、ヤクルトはね、追加点取らなきゃいけないところでね、取り切れてなかったのかね、痛かったね。それが結局ね、最後のさよなラにね、えー、なっちゃったけどね、この二回、五回とね、七回、ここでね、一点でも取ってたら、 だいぶ、全然流れはね、変わったと思う。そこがね、ちょっと痛かったね。で、9回、裏、まさかの、マグガフ出てきて、先頭ーだフォアボールね。だからマグガフもワゲスパックもそうだけどね、やっぱフォアボールっていうところがね、キーポイントになる中で、フォアボール。で、福田がね、うちに来るのかなと思った送りバントしてきて、ワンアウト二塁。ここでね、西野が打った打球が、ね、ピッチャー教習ね、マグガフの足に当たって、慌てて取りに行って、取って、振り向き先に投げたら、大暴投。 焦んな。セカンドランナー、あたしが帰ってきて、まさかの同点。うわーいってなった。この日韓スポーツでテレビ見ながら。ワンアウト一塁。ね。で、その後中川がね、三振してツーアウト一塁。これでもう吉田の一発にかけるしかないってね。いうところでよ。これね、まあ、結果論だよ。結果論だけども、西野がね、 ピッチャーゴロの強襲打って、ファーストヘッドスライディング。でマフ,フが投げた球が西野の足に当たって、後ろ行きました。セカンド狙おうとしたら、オスナとね、ぶつかって、セカンド行けませんでした。で、中島監督は、走塁妨害じゃないんかって言ってね。で、ファーストの津川さんもね、審判ね。ここで、あの、何、あったよっていうところはね、指さしてやってんだよね。で、あれやって後に全員で競技なんだよね。オスナがあそこでランナーと接触しなかった場合、セカンドに行けたのかと。行けなかったのかと。 行けたってなると、総理リーボーガーでセカンド行くんだけども、多分あれね、競技の結果ね。 あれがなかったも、いけなかったっていう判断で、一塁止まったんだけど、おーいと思うオリックスワンの一人が分かんだけど、こうそうしてよかったね。結果的に、これ結果論で言ってるけどね。結果的にね、セカンドいかなくてよかった。なぜなら、まあ中川ね、三振。まあここでヒット打てたかも分かんないけど、三振して、ツーアウト一塁から、吉田ね、敬遠されなかった。これ万が一、の方がセカンド行って、中川がアウトになってた場合、吉田はね、確実に敬遠されてたと思う。あや勝負の。流れのあやいけなかったことが、 逆にプラスあるわ。ヤフルトでもね、人宮でもあった。ホームへ、ベンチに入ってね、帰ってこれなかったことがやんだった。あそこはマイナスになったけども、ここは結果的に行けなかったことがプラスになった。それによって最後ね、吉田正尚、ホークボール、最上段、5階席、6階席、打った瞬間、鳥肌だったのに、うわ、行ったぞみたいな。さようなら。 あれ去年もアダム・ジョーンズのスリーランあったね。でもあの流れからでもヤクルト勝ったけどね。なんかまた今年もそうだけども終盤にドラマが起きるね。これでどうなんのかっていうね。ところだね。そして結果的にね。2勝2敗1分けでタイで第6戦神宮に場所を変えるっていうね。 これ第8戦行くんちゃうかっていうね、3勝3敗でっていうね。あとまあ、オリックスはね、山本が投げれないっていうところで、まあ、ヤクルトはね、また、えっと、小川、そしてサイスニードっていうところがね、多分投げてくると思うの、順当に行ってね。で、オリックスがどうするかだね。もう山崎幸也を前倒しにして、山崎総一郎とのセットでまた投げるのか、 日曜日ね、水木金土、中4日で宮城きついな。山下俊平太行くか。思い切ってね、の可能性も十分にあり得る。これはクシーズンの時投げさそうとしてたからね。 そういった意味で今日もベンチ入ってたしね。だからこの山本が投げれないところをね、どうカバーしていくのか。あと、同日月でさ、3連戦になるから、ここで来てね、またその、昨日みたいに、宇田川、山崎総一郎っていう、買いまたぎしたりなんかして30球以上投げた時に、また日曜日投げないで、だからもう同月にして投げていくのか。もしくは、同日月3連投できるようにマネージメント、玉数マネージメントするのか。 そういった意味では、今日ね、ヤクルトがーズ2イニング行ったけど、高津監督、中島監督の両監督、リリーフのね、球数制限含めた、 どういうマネージメントをしていくのか、3連投を見越して、玉数して投げさすのか、もう日曜日休んででも土曜日に追加して勝たないといけないって言って追い込むのかね。ここもね、非常にね、ベンチワーク、キーポイントになってくると思うね。まあ両チームね、そんな関東、バンバンもうできるピッチャーがね、残ってるわけじゃないし、しかもね、ピッチャー打席に入るっていうところは、もう明らかに対象じゃない限り、 関東できないからね。そういった意味では、リリーフ勝負ね、どういう展開使うのか、金曜、月曜日があるのか、3連戦なのか、2連戦なのか、またね、これからも続く激戦日本シリーズ。今日の吉田正尚がね、やっと待望のオリックスホームラン打ったと思った2発も打ってね、状況変わってどうなってくるのか、非常に楽しみな日本シリーズ続きますね。ということで、沢崎の評論はここまでです。ね。まあでもね、 オリックスはね、ちょっとミス多すぎるバンドもそうだしね、昨日の、えー、山岡のポロンチョもそうだし、今日のね、田島のグローブのとこ,とこもそうだけど、そういったミスをね、してるとね、やっぱり流れ一瞬に変わるからね。で、最後ヤクルトもね、ミスからのさよならだからね。やっぱそういったね、ところ、ね、あの、胸もね、難しいよ。でボーニーストップぐらいのね、ちょっとこの、一歩目遅かったね。 そういったところ、ちょっとずつのね、ミスが失点につながっていってるんでね、両チームね、そういったところ、いちいち挟むんでね、もう一回リフレッシュして、やっていかなきゃいけないんじゃないのかなと思います。ね。さあ、ね、サザキチェック、まだまだ続きますから、ぜひ皆さんね、一緒に楽しんでいきましょう。それでは、2勝2敗1分け、5分で第6戦、スタートです。